こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第6課14番目のビデオです。文法の1番の2ですね。1の2です。教科書はダイガーデヤプンユダジャダルユ、みんなの日本語の中級の1番です。台湾バージョンの教科書では日本語バージョンとか英語バージョンもありますからね。自分でこれ見て考えてください ね。台湾バージョン、私は今香港にいるので台湾バージョンを使っています。面白いよね。香港 の教科書って全部台湾の本なんですよね。香港オリジナルはありません。139ページこちらです。こんな感じ。ここやっていきます。昨日に続けて、手ですね、手。ただ昨日とは違うタイプの手です。見てくださいね、手。これね、わーと大体同じです。で、これ主語、サブジェクトね。で、すいません、サブジェクト、こっちに書いてあった、主語でね。で、これね、話題、話題はトピックですよね。でね、話題に出したいとき使います。なんか何か会話しているときに、何々はーと言ってね、as for something ね、関東語でゴンヘイ何何何何といえばみたいな感じ、そういう感じで新しい話題に出したい時などに使います。口語、話し言葉です。で、主語の和でね、主語の和と大体同じ感じに使います。と、例えばね、これ見てください。これはこの教科書のこの部分ですね。ここからそのまま取りました。とね、ワット先生ってこれね、ワット先生ってどんな先生？これはにできますよね。ワット先生はどんな先生ですか？で、口語、話し言葉でとてもカジュアルだから、どんな先生ですかもないですよね、普通形ね。それから言葉を学ぶって楽しい ね。言葉を学ぶのはかな、言葉を学ぶのは楽しいですね。この言葉を学ぶってで楽しいねですね。なのでこのね、和と同じ感じで話題について話したいとき使います。まあ和だと思ったらいいと思います。もう少し見てみましょう。そうですね、もう少しだな、多分教科書これ読んでいきますね。ここね、読んでいきます。でそれでその後に私のなんかちょっと Google でググったI Google something ね、みんなにシェアしたいです。日本人の女の人が好きな言葉というのをね、チェックしてみました。ではね、読んでいきますね。一緒にシャドーイングして読んでください。教科書ね、ここね、これ読んでいきます。 What 先生ってどんな先生？熱心で真面目でいい先生だよ。言葉を学ぶって楽しいですね。そうですね、その国の文化や歴史を知ることができますからね。いや本当にそうですよね。皆さん日本語を勉強しているときね、日本語だけじゃなくて日本の文化や日本のいろいろなことを勉強することができますよね。すごく楽しいですよね。日本に旅行に行ったときもただ買い物しておいしいご飯を食べるだけだとちょっとね、浅いんだよね、ちょっとシャローだよね。でもそれをなんか例えば日本、例えばこう何か歴史を知っていたら、If you know the history、 歴史を知っていたらどうしてここにこんな建物があるのかとかね、あと食べ物についてもね、ああなんかしゃぶしゃぶはもともと京都の料理だとか、お寿司は奈良で始まっているけれど、東京のお寿司は江戸前といって、じゃあ江戸って何だったっけとか、いろいろ知ってると何でももっと楽しく、もっと美味しくね、もっと素敵になりますよね、経験がね。なので皆さんも日本語を勉強しながら日本の文化や日本の歴史とかね、いろいろ習っていきましょうね。私もみんなの興味がね、もっと、ね、出るようにね、面白いこと思い出したらなるべくたくさんシェアするようにします。ではね、次行きましょう。渋滞、サッチェーだよね。なんか車がたくさんいる状態ね。渋滞ってどういう意味ですか？道が混んでいるってことです。これ、渋滞はどういう意味ですか？道が混んでいるということです。でね、でね、次行きます。練習。友達の一番好きな言葉を書いてもらいましょう。その読み方と意味を質問してください。レイ、なんて読むんですか？サルーです。これですね。これね、サルー、サルーかな？サルー、わからない。サルーです。
で、サルーってどういう意味ですか？乾杯っていう意味です。乾杯っていう意味です。日本じゃ乾杯っていうね。なんか香港だとよくなんかヤンプーイとか言うね。ヤンプーイとかコンプーイってあんまり言わないね。そうね。で、次です。次のページね。私が調べたやつをシェアさせてください。結構面白いと思いました。これなんか日本 の、 ね、女性の雑誌だよね。女の人の、ね、ファッション雑誌が調べたのがオンラインにあったので、ちょっと見てみますね。日本人女性がの好きな言葉で、ね、日本人女性が好きな言葉がなんかいろいろ書いてありました。で、それちょっと全部じゃないんですけどピックアップしました。皆さんわかるかな？1個目わかるよね。これ単語の1番でやりました。これもしわからない人がいたら、このね、第6課ね、レッスン6第6課の、単語のもう1番 の、 ビデオを見てください。結構私も大好きな言葉なので、やっぱりみんな好きなんだなと思いました。なので一生懸命説明、私が好きな言葉だから一生懸命説明してたと思うので、見てみてください。これね、一期一会ですね。一期一会、茶道の言葉だね。一生に一度の出会いよね。エンカウンター、ワンスインヨーライフね。一期一会ですね。で、次はね、十人十色という、ね、十人十色。十人人がいたら、十個の色があるよ。十種類色があるよ。つまり、みんなそれぞれ違うよね。みんなそれぞれって each one の場合ですね。みんな一人一人、なんか性格も違うし、趣味も違うし、なんかなんだろう、なんかこう、仕事も、ね、全部違うよね。ですから、その人のその個性だよね、パーソナリティね。その人のなんか個性を大切にしていきましょうという意味ですね。次ですね、晴耕雨読と言いますね。晴耕雨読。で、晴耕雨読はね、晴は晴れたら、晴れたら。で、耕というのはね、これね、外のね、で、畑仕事。なんか、例えば野菜を作ったりとか、野菜を作ったり、なんかお花を植えたりとかね、することですね。で、雨読というのは雨が降ったら、で、本を読みます。で、つまりどういう生活かというと、なんかイメージは、そんなに忙しくないよね。忙しくなくて、で、つまらなくないね。結構楽しいです。晴れた時には外でちょっと仕事をし、畑仕事をして、雨が降ったら本を読むような、ゆっくり、ゆっくり、のんびり、リラックスね。のんびりした、素敵な、なんか、なんか、そうですね、リラックスした生活のことを言います。いいよね。私もこういうのやりたいですね。で、それからね、こういうのじゃなくて、こっちはなんかまた他の言葉。これね、よく日本人の人が言うんですよね。やらない後悔より、やった後悔の方がいいのにですね。やらない後悔というと、やらなくて、挑戦しないことね。で、頑張らない。やりませんでした。で、後悔するよりも、やった後でだよね。やってから、やった後で後悔した方がいい。例えばね、皆さんね、多分ね、夢や目標があるでしょう。やりたいことをね。で、それで、それをね、皆さんね、やらないで、例えば、例えばなんだろう、今日本語勉強してるから、例えば日本に留学したい、例えばね、日本に留学したいなと思います。だけど、いろいろ考えて、いやでも家族は賛成しないかもしれないとか、なんかちょっとお金もかかるし、例えば仕事もちょっと忙しいからといってやらないで、で、後で後悔します。例えば、40歳になった時とか、50歳になった時とか、ちょっと遅い時に。40歳、50歳は遅くないと思います。皆さん、いいですか？例えば、じゃあ死ぬ時とか、when you die ね。死ぬ時に、やらないで後悔するよりも、やって、例えばね、留学して、なんだろう、例えば、なんだろうな、なんか、例えば、すごく大変だったとか、思ったほど面白くなかったとかね。で、そういうね、なんか、留学した後で後悔する可能性もありますよね。それでも、それでも、やらないで後悔するのは本当に良くない。やった後で後悔するのは自分で実は挑戦した後だから、なんか満足してる。kind of satisfied ね。なので、これ、やらない後悔よりやった後悔という言葉があります。あとね、なんとかなる。ちょっと見えないね。ちょっと小さい字ですいません。なんとかなる。これ、なんとかは、前に、
会話で、あの第1課かな、第1課で、あのタワポンさんが佐野さんにすごいプッシュするんだよね。あのうちを見せてください。で佐野さん、うん、ちょっと、そしたらタワポンさん、なんとかお願いしますってプッシュする時だよね。でなんとかなるというのは、あの意味はね、なんかケセラセラとかね、あのなんかね、まあなんかいい方法が見つかって、ね、何か方法が見つかって、でまあなんかどうにかなる、何かいい方法があって、あのうまくいくかな、 go well ね、 somehow go well、 意味はなんかね、多分ね、あ、とても大変な時でも、すごく難しいことでも、きっと大丈夫だよ、ね、きっと何かいい方法があるよという感じのメッセージです。それからこれは、努力は人を裏切らないですね。これすごいよね。努力は人を裏切る。裏切るというのは betray です。betray ね。ですから、effort never betrays people。意味は、努力したら絶対に結果が出ます。If you make effort, some certain、ね、あの result, good one、ね、いい結果が出ますという意味ですね。これ私はみんなに言いたいから、ちょっとスペースが狭いけど書きました。はい、もうすぐね、2週間後にあの能力試験がね、あの JLPT になりますよね。で、あの今から2週間、皆さんで、ね、頑張って試験勉強してください。努力は人を裏切りません。2週間しかないけど、聴解とか、特にね、聴解は今から2週間、毎日2時間、3時間、もうずっと家にいるときずっと聞いてるといいです。2時間ずっと聞いてたら、もうね、耳がね、だんだん慣れてきてね、聞こえてきます。本当です。2週間やらない人と、2週間頑張った人で全然結果が違いますから。皆さん、努力は人を裏切らないです。頑張ってやっていきましょう。そうですね。ではね、今日はね、ここまでにします。あ、ちなみに、ちょっとこれ漢字しかないんだけど、ごめんね、漢字しかないか、私のメモですね。これね、あの私がよく授業中に言う、あの、あ、香港や台湾や中国の人がね、漢字だけど、漢字なのに見てもちょっと分かりにくい単語です。みんな読めるかな？ちょっとスクリーンショット撮ってね。じゃあちょっと読みます。無料、激安、格安、両替、交番、お手洗い、やじ馬、買って、天の弱、皮肉、経理、変人、稲妻、記者はい、全部読みました、これね。で、これね、あの、変な言葉が多いんですけど、お金の話とか変な話が多いね。でもね、見た時にね、どういう意味？ちょっとわからないタイプの言葉ばかりですね。後で聞いてください。YouTube だけで勉強している人、どうしてもわからないときは聞いてください。あとはまあ辞書で調べたらいいと思います。全部ね、な漢字見たときのその漢字の意味と実際の意味が結構違うような気がします。面白いよね。こういうのも、これってって、この漢字って、どういう意味ですかっていうね。例えばこういう言葉があってもね、すいません、この言葉って、手使うね。この言葉ってどう読むんですかとか、この漢字ってどう読むんですか、どんな意味ですかでね、何々ってと行くといいですね。はい、いいです。じゃあね、今日ここまでにしましょう。お疲れ様です。毎日ね、ビデオをね、あのアップロードしていますから、よかったらこれからも一緒に勉強していきましょう。ここまで見てくれてどうもありがとうございます。よかったら、LIKE してくれると、あの、まさみ先生、とても嬉しいです。では、あの、LIKE しておいてください。あとは、日本語勉強してる友達がいたら紹介してくれると、あの、まさに本当に嬉しいです。今ね、このビデオを撮ってる今日で、サブスクライバーね、あのサブスクライブしてくれた人がなんか960人くらいいるのかな。で960人であとね40人いるとあの1000人になります。なんか一応私の今年のターゲットが1000人だったので、まだね、あの6月、私来月誕生日なんですけど、すごいいい誕生日プレゼントになりそう、すごく嬉しいです。では皆さん、あのこれからも一緒に頑張っていきましょうね。じゃあね、バイバイ。どうもありがとう、見てくれて、また明日ね、バイバイ。